こんにちは今日は30代からエンジニア転職に失敗してしまう人の特徴というのを挙げていきたいと思います。なのでこの動画を見ていただくと失敗する人の動きを踏まえてあなたが成功する動きをしていくことができますのでぜひですねご覧いただければと思います。ではですね今日はこんな形でまず最初にですね失敗するしてしまう人の特徴をお話ししてからじゃあどうすればいいのっていうお話をしていきたいと思いますのでご覧いただければと思います。 ではですねまず結論から参りましょう失敗する特徴はこの3つですで、いずれも共通点がありましてこれらの人っていうのは基本的に主体性がなくなってしまっていますなので皆さんが30代から未経験のエンジニア転職をしたいというのであれば主体性を持って行動することによってかなり成功確率が上がっていくと思いますのでこれからもう少し具体的な話をしていきたいと思います 私、内田裕馬と申しまして、8年ぐらい前にですね、IT 業界で起業をしまして、人を雇って受託開発をしていたこともありましたので、今日はですね、採用側の目線からお話をしてみたいと思います。今はですね、アプリ開発の他にも、こういった皆さんに IT をお伝えするチャンネル等もやっておりまして、もちろん自分でもアプリを作っておりまして、最近 AI でカウンセリングができるアプリをリリースいたしました。 ということでですね、ここからちょっと恐縮なんですけど、僕もがですね、エンジニア採用をした時の経験を踏まえて、ちょっと経営側からのお話をしていきたいと思います。なので、こう相手、採用する側の気持ちを知るっていうことはすごく大切なので、ぜひですね、この3つご覧いただければと思います。で、まず1個目ですね、指示待ち人間です。 これはですねもう本当に20代に勝てるところがなくなってしまいますのであなたがもし30代以上であれば指示を待たずに自分で判断をして動ける人間になる必要がありますなぜならですね指示待ち人間っていうのはもう1から10まで指示をしないといけなくってそこにすごく膨大な教育コストがかかってしまいますで転職市場では30代っていうのは基本的にある程度経験を持ってその経験を我が社に引き継いでくれる人っていうのを探しているんです なのでここが指示待ち人間だとだったら20代の子の方がいいやっていう風になってしまって結果ですね20代の人と書類選考の時点で比べられてしまってもうその時点で不採用になってしまいますので必ず自分から動ける人間になる必要があるんですそして2つ目ですねこれはリスクを取れないというところでしてこちらですねやっぱり他人と違う結果が欲しかったら他人と違う行動をしないといけないんです 世間一般にはですね、30代から未経験の業種に行くっていうのはあんまりないことですよね。なので、そこでですね、他の転職者と同じような、特に20代の若い子と同じような動きをしてしまっていると、さっきと同じように、じゃあ書類の時点でもうですね、この30代の人は目がないからですね、書類選考の時点でお断りしちゃおうっていうふうになっているんです。これ、も言ってますよね。何も捨てることができない人は何も変えられないだろう。なあ、エレンそう思うだろう。なあ、ミカサ。 失礼しました。ではですね、3つ目に進んでいきましょう。ということで、3つ目はですね、目的がないっていうことですね。これも主体性につながってくるところなんですけど、まず、あなたが IT エンジニアになりたい理由って何でしょうかこれもですね、一見関係ないように思うんですけど、結構これがあると、ないとではですね、モチベーションに関わってきて、例えば採用面接の雰囲気とか、目には見えないものなので、数値化することはできないんですけど、 採用面接っってて最初の数十秒でで決まっているんですよこの人感じいいなとかなんかオーラあるなとかそういうところが結構関わってくるところがあります実際に僕もズームで面談とかしてたんですけどもズームですらわかるんですよあこの人はなんとなくですねダラダラリモートワークやりたいだけなんだなっていうのが結構わかってしまうのであなたはですね主体的な回避型目標じゃなくて 何かしたいっていうですね自分の行動をしたい目標を立ててるといいです例えば回避型目標っていうのはここに書いてある通り将来がなんとなく不安だからとかお金がなくなるのが怖いからみたいなこう恐怖を回避する型の目的を回避型目的というふうに言いますでその逆にですねこれ僕の目標なんですけどまるしたい 例えばですね僕の大好きなミュージシャンの藤巻さんと同じギターが高いけど欲しいから頑張るんだっていうですね目的とかあとは僕は鶏を飼いたいので広い家が欲しくて、まあ、それが1500万くらいするんだだからその分だけ稼いでやるんだっていうのだともう全然ですねその人のオーラが変わってきますなので書類選考が突破した後の面接っていうのが結構こういう雰囲気とかをですね感じ取ってそこで決まってしまう場合も割と多いのでこの辺りはですねもう本当に 無視がでで、きなないもののになりますので改めて皆さんが ITNG になりたい目的、目標、こういうものをですね、考えてみていただければと思います。ということで、今までですね、3つお話ししてきたんですけど、いずれもですね、うまくいかない人の特徴なので、じゃあどうすればいいかっていうと、その逆をやればいいんです。じゃあ僕だったらですね、今から例えば僕34歳なんですけど、ここからですね、未経験で行くとしたら、じゃあまずですね、行きたい会社を1個か2個調べます。 でこの会社はこういうアプリケーションを作っていて、どうやらこういう言語を使っているようだ。これはですね募集要項とか見たらある程度わかったりしますし、今後、ですねこういった案件から言語を探す方法っていうのも動画にしていきたいと思いまして、なのでそこの利用言語を、例えばですね Java を使っている会社であったら、Java を使って何か自分に役立つようなアプリケーションを使ってみよう。でこれが主体的に動くっていうことなんです。 例えば面接でですね言われてから勉強すればいいやじゃなくって相手の会社をあらかじめリサーチしておいてそこから必要なものを学習していくこれが主体的な動きになりますそして主体的に動きさえすれば面接でいろいろ聞かれたとしても自分からこうよくですね一人称を ベースーに何かですね仕事ができる人って要件もあったりするんですけど僕はこう考えてこういうものを学習してこういうものを作りましたっていう風に話ができるので面接自体もすごくスムーズにいくんですなので是非ですねこの今までお話しした3つの特徴の逆を意識して動いてみてくださいしかしながらですね特に3つ目の目的が目的目標がうまく決まらないっていう方は一度ですね僕はジャーナリングっていう手法をおすすめしております やっぱり普通にですね会社で働いていると自分を押し殺すことが誤性というかストレスとかやっぱかかるじゃないですかそういう時に自分を押し殺してしまうっていうことが結構あるので僕も昔そうでしたなのでこのジャーナリングっていう手法をこれですね限定動画で出してって概要欄に貼っておくのでこういったですねノートとペンを使った方法で自分の本心っていうのを出して目標をつけるっていうことが目標を決めるっていうことが非常に大切になってまいりますでそこまでできたらですねもしじゃあですね JavaScript とか PHP の勉強をしたいっていう方がいらっしゃいましたら、実際にですね、僕のチャンネルにも無料で見れるですね、ある程度長いチュートリアル動画がありますので、これをまず見ていただいて、これを使って勉強してください。何もしないよりは本当にいいので、この PHP や ReactNative なんですけど、ReactJS、まあ、でもあるんですけど、この ReactJS を勉強したい方はですね、ここでまずは進めていただければと思います。 そしてですね、じゃあこれを聞いてもですねちょっとまだ自分の目的とかですねどんな会社に入りたいかっていうのがちょっとわからないっていう方はまずデータベースの勉強をしてほしいですでデータベースの基礎コースですねこれは僕のメルマガの登録特典で皆さんに無料配布をしているものになりましてどんなアプリケーションを作るのであれデータベースっていうのは かなり重要なものにななってきますなのでまずですね3時間くらいのいオンラインコースなんですけどこれでですねデータベースを勉強していただければと思いますそしてその間にジャーナリングなんかを使って自分の目的調べて主体的に動けるようになっていただければと思いますそして最後にですねポッドキャストのおすすめなんですけどやっぱりですね主体的に今まで動いてなかった人がなかなかですねいきなり自分の意思で こうした方がいいとか考えて動くのは結構難しいと思いますので、まあ、そういったものを後押しするようなコンテンツを僕はですねポッドキャストで配信をしておりますこれらのプラットフォームで配信しているんですけどいずれも同じ内容なので例えば通勤の際とかですね聞いていただくとあなたの行動を後押しできるような,そな内容になっておりますのでこちらもご利用いただければと思いますそしてここまで最後まで聞いてもちょっとどうすればいいかわからなくて 人の力を借りたいということであれば、もしですね、僕でよろしければ、いつでもお力になりますので、こちらもですね、有料ですが、個人相談やっております。よろしかったら概要欄から覗いてみてください。ということで、今日はですね、30代から IT エンジニア転職に失敗してしまう人の特徴というのをお話しいたしましたので、ぜひですね、今後の皆さんもキャリアがうまくいけばと思いますので、また今後もですね、こういったキャリアに関する情報、プログラミングに関する情報を配信していきます。それでは本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。